やっぱり中に変な人いっぱいいるんですよ。だから まさに今回も黒川君なんかまさにそうで、一番の不正経理はお前に払う130万円やねんっていう。お前に払うべき130万円が、これは国民に説明できないからお前の首を切るって言った。あんた130万円あなたの個人の口座にやって入れたるって言ったよ。個人の口座やったら130万円に対して税金が 20% か 30% かかるわけ。1500万超えていくからね。で、その税金を所得税払った分を入れますよ。でも、それが黒川区の個人の口座に入ったら彼1億円借りてるから、全部差し押さえられてやるの。1円も入ってこない。だから党の方に振り込んでくれてこう来るわけよ。それはできへんでしょと。あなたは役員報酬なんだから。でそこで揉めた。こいつはやっぱちょっと金のことしか考えてないなと思ったから切りに行っただけの話で、今はもう血が流れるような形でやってるけど、で黒川君に、あ、ちょっと小遣いやるから黙っとけよ、月130万は無理やけど月20万円にどうやって裏取引をね表でやろうとしたわけです。それを彼が今こう蹴ってきてるわけで、ちなみに先週の火曜日の時点ではとりあえず大津さんに月200万円でどうですかって和解案出した。月200万だと年間で2400万で5年で1億、2000万かな、2億まで出していいよって言ってやった。だから黒川君はもう張り切ってなんとかまとめようってやったんだけど、大津さんはもういや絶対、いや、もう立花に対してはもう生理的に受け付けない。それから向こうの山中さんは僕のまあ知り合いの友達なの。山中さんはもちろん賢いからどっちについたらいいか分かるからすぐ。で、俺話して、で、黒川君が今警察に呼ばれてること、先週月曜日呼ばれたとか全部教えてくれる。で、今、こう LINE 見せてもらって、今、黒川君と大津さんが、なんか一生懸命伝票の不正をチェックしてます、これ。手のひらで踊らされてる状態。っていう感じで、いや、自分でもね、やっぱすごいなと思う、この人脈っていうか。だから、黒川君と大津さんが信用してる人は、実は俺の、すごい信頼している人の取引先の人で、それで今度投資していろいろお金儲けしようって言って3人でやろうってビジネスしようって。だからその皆さんね、政党が危ない代表どうのこうのって言うんですけど、さっきのチューナーレステレビなんかもそうなんですけど、僕の感覚はもう全然先々行ってて、別に国政政党を持っていくんだったらどうぞぐらいな。もう一回次じゃあ NHK 党で次の衆議院選に出たらいいんでしょ、 2% 取ったらいいんでしょ。2%取った瞬間に、浜田君と斉藤君はこっちに入ってくれたら終わりだから、向こうも終わりで借金だけダーッと抱えるわけだ。それでやるのって話だ。大津さんそれでやるの、その借金抱えてやるのって話。もちろんこっちで引き取ったらね、債権者にはこっちでお支払いしますけど、さすがになんか無茶なことを普通に言ってるから、ね、別に代表権取るよ取ったらいいよ。最初から俺11億の借金あるって言ってみる。会見ではっきりと大津さんの前で言ってるからね、11億の借金あるけどやってくれるんだよねって言って、はい、それを私は聞いてないって。いや聞いてないって、一応聞いた言ったやん、明細見てないだけやん。普通11億の借金がある会社の代表やる？調べもせずに紙も書かずに、で辞める時だけ紙書くとか言うから、いやそれおかしな話だよねって。いろいろとね僕のことを言う人いますけど、俺が辞めたから浜田君来りやがったんじゃん。そうでしょ。俺は毎年3000万円以上もらえる権利を浜田君に渡してるわけよ。だからその分党から年収30万もらってるわけじゃん。それがもらいすぎとかいうやつがいるわけ。そうおかしいでしょ。いやお前の130万ロボおかしいやんって話だ。お前何もしてないやん。それこそコールセンターから回ってる電話とか受けてくれてるじゃん。何もしないけどバカにするわけよ。俺は NHK 通っちゃうからそんなもんボランティアでやるやつは勝手にやったらいいやって言うから。黒川ひどいやろ。あの3月のあのそれこそ二十何日ってさ、1日1000件以上の電話かかっていた時にさ、こいつ何言うねや思って、それに対して俺はもうムカッとしたから、絶対こいつに知恵も払えへんぞと思ってこういう状態になって。黒川が今そうやって俺がお金月130万あげるってたのに、それ取り上げられたから、へへへへへへへ、勘弁してくださいってやってるわけよ。130万もらえる権利があるんだったらどうぞ裁判所に行ってくださいじゃん。こんなとこで騒いでなくて、裁判所行ったらいいじゃん。できない。だってそれは裏金みたいなもんだから。政党から政治団体、政治家女子法廷と党から翼の党へ130万円。あいつ自分が国会議員を斉藤君に譲ったからだっていうのね。よく調べたの俺。
なんかあいつ素直に辞めたなと思って。いや、よう考えたら黒川君が国会議員の議席をそんな簡単に譲るとは思わなかったから。調べたら、あいつ1億円借金があるから、国会議員になったら、国からの報酬は、黒川君には1円も行かず、そのまま約5年間、1億円の債権者のところに行くだけな。1円ももらえない。それだったら、党のお金、活動費でくださいってなって、1円でもう方がいいですって言って、じゃあ130万円で手を打ったわけ。その代わり、女の子たちに、政治家女子の女の子たちに、そのお金を回しますって言うから、じゃあ130万出したの。そしたら、3月25日に、お金がもらえてません。政治家女子たちは一生懸命やってもね、党からお金もらえません。供託金だけなんです。とか。もう、ようそんな嘘つくなと思って。詐欺やないかって言ったら、もう、大津さんを連れ出して、乗っ取り計画に入ってるっていう。これが裏舞台ですね。で、今の裁判のちょっと進行状況を言ってると、大津さん個人が債権者、訴えてる人、まあ、原告みたいなもんですね。大津さん個人です。訴えてる相手、政治家女子48党代表者、橘久美。うちの娘を訴えてるんです。あと、斉藤健一と個人。二国二つ、二人。なんでうちの娘が訴えられてるかって分かるでしょう。そう仕込んであるから。だから、いろいろと言われてるじゃないですか。月20万円、娘何もしてないって。こういう時のために娘をちゃんと、そういう規約に入れてあるわけよ。で、大津さんは最初、大津さんが個人で原告になって、政治家女子48と代表者大津彩香を訴えてるわけ。で、意味が分かれへんやんか。それで結局は、4日後ぐらいに裁判所に言われて、変えてるわけ。で、うちの娘を訴えてる。うちの娘はこれに対しても明確に回答してきてるよ。これ私が総会開いたらいいんでしょ。利害関係のない丸山副党首が議長やったらいいんちゃう。で、大津さんも出てきて、斉藤さんも出てきて、党員が出てきて、どっちが代表になるのかやったらいいじゃん。そもそも代表を決める規定がないから。規定がない場合には、13条やったか15条の1項に役員会で決めるって書いてあったから、私が集めて役員会やったらどう？うちの娘やっぱり秀逸やね。賢い。法学部出てるから。これが仕事なの。次20万円の仕事をちゃんとしよる。で、裁判もちゃんと出てくる。まあ、代理に任せる感じだけど。で、向こうの言ってること、大津さん側が言ってることは、4月の7日に辞任届を出して、名義を変えてくれ。つまり、大津さんが自分で辞めるって手続きを取ったのね。それに対して、まあ、2日後の日曜日の夜間ポストに入れてきたんだけど、そんなの大津さんは自分で辞めるって反抗してませんって来た。辞任届に反抗してないんだから、それは文書偽造だって来た。で、こっち側が、いや、何言ってんやろうと思いながら、法務局に聞いたら、辞めるって言ったビデオがあるわけよね。で、これを文字起こしして、これを証拠につけたいって言ったら、それはダメって言ったの。どうしても辞任の届けのあれが欲しいって来たから、あ、じゃあ分かりました。辞任じゃなくて首、いわゆる解任に変えますって変えたの。解任にすると議決書でいけるわけ。それはそうよね。お前社長辞めろって言って、いや私は嫌です。いやもう議決があるから辞めろ。私は反抗しませんってずっと反抗さなければ辞めさせられないから、手続きとしたら自分で辞めた辞任と無理やり辞めさせる解任があるんです。それは4日後に解任に変えてるのに、向こうは未だに辞任で裁判を争ってるんです。で、理由は私は、大津さんはそんな書類に反抗してない。もちろんさ、大津さんの犯行があるなんて一言も言ってない。でも向こうのだからもう誰がもうわけわからないの。調べたらすぐわかることなの。辞任から解任に変わってるっていう。もうだから、どう考えても却下だと思うんだよねっていうレベルです。最初はだから大津さん自分で自分訴えたけど、裁判所に言われて、うちの娘に変えて、でその理由も書いてない。そんな状況ですね。多分一撃で終わるん違うかなと思ってます。それぐらいのスピードで裁判は終わるんじゃないかなとは思ってますけど、唯一怖いのが、その権力者がね、立花に嫌がらせをするために、代表権は大津さんって言うという可能性もゼロじゃないので、これ普通の裁判じゃなくて仮処分なので、早いんですよ。木曜日に行って、ひょっとしたら金曜日には決定が降りるかも。そういうスピードで。来週。遅くても週明けになるんじゃないかな。その、急がないと給料今払えてないから。いろんなことをだからこっちも言ってるわけね。とにかくまずどっちが仮の代表者なのかを決めてくれた。決まったら執行できるの。
今仮だからまだ一審じゃないの。そういうのがちなみに今やってる裁判ですね。自分で裁判資料を作ってるんで全部。俺が作ったものを7人の弁護士に見てもらってる。7人の弁護士の誰かが作ると残りの6人が言いづらいわけ。でも俺がまず叩き台を作ると、いやここはこういう方がいいじゃないか、これはこういう方がいいじゃないですかってみんな言いやすいわけよ。でそれを修正していって、で完成したものを代理の弁護士さんにあとはお願いしてっていう順番で、だから弁護士さんも当然やりやすいよ。だって7人の弁護士が一応見てくれるし、もともと叩き台立花さんが作ってくれるから、全然ちょっと異次元のことをしているので、だから間違いなく NHK ぶっ壊せると思うよ。向こうはもうアナログで古いことをしかしてない。こっちは中ナレステレビで契約しなくていいってあんたでやっていく。その時代がもうね、そこなんですよ。で、俺批判にさらされててさ、おかしくない、おかしくないって言ってるのに、こう、おかしいって言われたわけよ。何がおかしいんかなと、大橋くんとか黒川くんが俺に隠れておかしなこといっぱいやってるわけよ。で俺は本当にクリーンだって。そんなの俺が悪いことしてんのやったら NHK の不正経理なんか内部告発しないよ。当たり前だ。 そこから考えてくれたら分かるじゃん。不正経理が嫌で NHK と喧嘩してる人間が国政政党の不正経理したら意味ないじゃん。でも俺がちょっと人がいいっていうか誰でも救っちゃうから、こう優しくしてたら調子乗って悪いことしてる人が出てきて、あそこをね今回本当小木津くんがよくやってくれて、彼がね本当に細かい重箱の隅をつつくようなことをやってくれたんだけど、結果としてそれが黒川君の方につながっていって、彼こそ本当もう、もういつ捕まるかわからないっていう、あの彼来週月曜日対談約束してたんだ俺と、来ないんですよ。なんでか分かる？これ警察に呼ばれてるからって聞いてる。そんな情報も入ってくるのよね。だって読まれないはずないじゃん。だって収支報告出してないんだから。めちゃくちゃなこと言ってんのよ。収支報告出してる俺の中身を見て、やれ彼女にこれ払ってるとか元彼女にこれ払ってるとか言ってくるわけよ。俺収支報告出してるから見れるんやって。お前出してへんねんで、禁錮5年以下やで、お前よう言うな。でしかもそれがただ忘れてたとは思えないわけよ。1億円借りて余った金が1600万ぐらいあるって、それ返せって言われてるのに、そんな金ないとかって、それを政治団体に隠してるんちゃうかって。しかも合同会社オリーブの木っていうのを作って、会社とその政治団体を使ってるんだけど、それもやばいわけ。で何がやばいかっていうと、株式会社は政治団体のお金入れていけない。1円でも入れていけない。政党はいいんだけどね、政治団体入れれない。であいつはだって今日も入りました翼の党ですとかって YouTube やってんじゃん。毎月少なくとも何十万かは YouTube 広告入ってるわけよ。あいつの所得に上げないとおかしいやろ。あそれなんかやっとんねん。だからどう考えても悪いことしてんの黒川君。それを今大津さんが一生懸命ついていってるわけでしょ。だからそこを悪を成敗しにいってるだけの話だから、俺は思ったのよ。黒川君に130万、大津さんに100万円、なんでそんなお金を提示したかっていうと、まあとりあえず女の子たちいっぱいいるから揉め事起こすのやめようと思って、そのお金を提示したわけ。9時間かけて一生懸命説明したんだけど、それこそね、コールセンターの人がやってることについてなめた発言したから、途中で俺が気が変わって、こいつは絶対切ったろう、まあ、大津さんはすぐ持ってきてくれたらよかったんだけど、まあ、黒川に対しては1円も払ったらあかんなと思ったから、ここはもう戦いに行った。もう政治家女子48等の不正経理があるとしたら、黒川の月130万円だけやる。NHK をぶっ壊す。